アレクサンドル・フィリッポビッチ・ポステルスは、ロシアの博物学者、鉱物学者である。ヒョードル・リトケが率いたロシアによる、当時のロシア領はアメリカの探検公会に参加した、博物学者の一人である。現在のエストニアのタルトゥに、聖職者の息子に生まれた。1816年に、サンクトペテルブルクの教員養成機関、市販学本校に入学し、1823年に、 卒業した。サンクトペテルブルク科学アカデミーが関連したヒョードル、リトケが率いた、セニアビンゴーの探検公開に、博物学者として参加したのは1826年から1829年の間である。この探検公開には、科学者として、動物学者のハインリヒ・ホンキットリッツ、植物学者のカール・ハインリヒ・メルテンスも参加した。この探検で、 多くの博物標本を持ち帰り、その後の数年間はその標本の研究を行った。それらの研究に対して、1941年に科学アカデミーが受賞者を決めるデミドフ賞を受賞し、セーブラディーミルクン賞第4等級を受勲した。1830年から鉱物学者、ソコロワの助手を務め、1831年にサンクトペテルブルク大学の鉱物学、 地理学の准教授、鉱物博物館の学芸員を務め、1836年からは、市販学本校の鉱物学の准教授、教育総監や学校の校長なども務めた。ロシア大校女、エカジェリーナ・ミハイロブナやオルデンブルク大公国の講師、ピョートル・ゲオルギエヴィチ・オルデンブルクスキーの娘などに、博物学の教育も行った。階層の俗名、パステルシアは、 ポステルスにちなんで命名された。著書の図版、当時のアラスカの風景ロシア語版、ウィキペディアの著作リストを英訳、パステルズは、植物の学名で命名者を示す場合に、アレクサンドル・ポステルスを示すのに使われる。ありがとうございます。